埋もれ首を掘り起こすためのリリース&ストレッチをご紹介します。首のストレッチだといって動かしすぎややりすぎは注意です。その周りの肩や腕を動かすことで首を掘り起こしていきましょう。鎖骨の下から脇の下を円を描くようにボールを転がしながらマッサージします。肩の付け根の盛り上がりのあたりにボールを当ててマッサージします。痛気持ちいいぐらいの圧をかけて行ってください。体の後ろで手を組み、肩甲骨を寄せてから首を小さく回します。顔を正面に戻し、右に向け、正面に戻し、また左に向け、正面に戻しましょう。椅子などに指先を体の方に向けて両手をつきます。手首を椅子についたまま、肘を交互に曲げ、腕の内側をストレッチしましょう。